旗野地区に完成した太陽光発電所は、太陽光パネルおよそ3400枚が使われ、1500キロワットの出力を備えます。発電する電力量は年間158万キロワットアワーで、一般家庭およそ500世帯分の使用量に相当します。また、両津火力発電所には、太陽光発電や火力発電で作られた電力5000キロワットアワーを貯められる蓄電池システムが完成しました。独立した電力系統になってます。島の電力の安定供給につながる効果があるのではないかと期待しているところでございます。2つの施設は18日から運転を始めます。